郡山市の薄井百貨店で今日から始まった食品ギフトお買い得セール。コーヒーや食用油、缶詰など100種類およそ4000箱のお歳暮商品がほぼ半額で販売されています。人気を集めていたのは4月に値上げされる食用油や醤油などの調味料で、30分足らずで完売となる商品もありました。家庭的には助かります、はい、普通に買うとも高いんで、こういう時狙ってきます。このセールはあさってまで開かれていますが、人気の商品はなくなり次第終了するということです。